銀の盾あるじゃん。うちら持ってないじゃん。こいつら2つも持ってるからさ、偽物を貼っとこうという。マジですか？わかんないと思う。いや、バレますって。変？あ、なんや、そういうことあ、そういうことわかる、黙ってたらわからんでしょ。わかんない。で、マジでさ、こちゃんも難しいよね、マジで。銀の盾ね、はぁ、うざ、なんか、え、なにこれ、取っちゃうよ、もう。なんすか？座って。トイレ電気切れた。あ、そう。ほぼ毎日この部屋に来てるじゃない。はい。この事務所に。はい。ちょっとこの部屋に今違和感があるんだけどさ。それを、タッカに見つけてほしいんだよね。違和感？違和感。これがひっくり返る、うん、あ、それはね、違う。こう、もう見えますよ、この中で。さあ、ダイもケイタもなかなか気づかなかった。電気が変わったとかじゃないでしょ。あ、わかった金の盾が早っ早っ。今二度見したよね。なんか安っぽくなってる。綺麗に二度見したよね。早っ。すげえ安っぽい金の盾になっちゃった。ケイタ一分ぐらいガン見していても気づかなかったよ。うーん、うん、って俺マジ時間かかった。早っ。早いね。気づいた。言われなかったら分かんないし、でも多分その違和感みたいな。まあまあ確かに。普通に生活してたら多分気づかないし。分かんない。そっか。いや、アルミホイルなんだよな、ここが。鏡にしたらよかったんじゃないですか。いや、鏡も考えていくとなかったんだよね。そこまでの予算がなかったの。いや、100均いったらこれぐらいの大きさにあるじゃないですか。でも急遽作ったんだもん、今日。やっぱタッカが一番早かったと。え、出し方がずるいもんね、違和感みたいなね。いや、いやいやいや、出し方がずるかった。ケータなんかずっと見てても気づかないでいたんだぞそれは分かんないっすわ。じゃあタッカが一番早かったと。でも卓球一番弱いね。いや、今日はね、これから強くなっていくから。次回あるからな。そうね。じゃあまた今度は違和感クイズやるわ。これマジで分かんなかった。